おう、たけしょうまんです。今日はずいぶん前にね、とっておき情報っていうので胸椎の回旋っていうのをやりましたけどね、これはこういうやつですね。こういうやつでね、いろんな方法で、すっごく詳しくやってますので、ね、まずこれ蹴りを出すのもパンチを出すのも、ね、胸椎の回旋っていうのはもうできないとほとんど体ってうまくいきません。上段回し蹴りとか中段回し蹴り、これ下段回し蹴りとか、すべてにおいて、ね、胸椎の回旋っていうのは、うまく使っていかないと。あとは腰回りとかも全部、ね、股関節も使っていくんですけど、ここですね、胸椎の回旋がうまくできないと、本当に、ね、ババババババっていういろんな内訳とかが非常に、蹴り分けとかがやりづらくなるんですけど、ね、今日は、それをですね、掘り下げてやっていきます。ではね、まあ掘り下げてやるって言っても何を掘り下げるのって。まあ実際、戦いの中で、ね、まあ胸椎の回旋使えるようになりました。それだけで、ね、一般の同情生とかビジネスマンクラスの人とかね、ただ体を振るだけになっちゃいます。横回転して、横回転で、こうやって体を振れ、パンチをもらわないように横回転、違うんです、ね。これをやっちゃうと、うまい感じでバカーンっていう感じで、内訳とかもできません、ね。で、じゃあ、体を振るってどういうことなの、ね、っていうと、まあ、ディフェンスとかフェイントとかかけたり、ね、そういう中で、ね、重心移動かけたり、ね、ちょっと踏み込む、ね、ふわって中に入っていったりっていうのを、引いたりもそうなんですけど、する中で、イメージ的な感覚はですね、まあイメージ的な感覚っていうかもうそのままなんですけど、前後なんですよ。前後の回転。そして、これめちゃめちゃ重要なんですけど、無限大の動きです。無限大の動き。ね、下からの無限大の動き、上からの無限大の動きっていうのができると、いろんな形で、内訳がやりやすくなります。これ、蹴りとかやるときも全部関わってくるので、これをちょっとじっくりと詳しくやっていきます。それではやっていくんですけど、まあ、構えて、ね、相手の攻撃を、ね、まあ、避けて返します。避けて返します。これ、横の動きじゃないんですよ。まあ、横に動いたりもしますけど、横の動きっていうよりも、ちょっと、前後な感じなんですよ。前後の感じなんですね。前後の感じ。ね、これができると、ね、前後の感じが斜めになると、ね、トントン、ね、トントン、ね、前、ね、こう横回転してるようで、ちょっと前後の感覚で、トン入って、ドン、ね、トン入って、ドン、ね、と、ね、こうっていう、こうじゃなくて、前、と、前、こうですね、前後、ね、前後の動きにしてあげると、ババーンって相手の攻撃を、ね、それを重心の移動をスッと引いて、トン、タンですね、トン、タン、ね、トン、トン。これも、前後の感じなんですね。引きながら後ろに横回転で引いて、後ろに行くと、もう全然パンチ、前に重心力かかんないし、動きがもうギクシャクしてドンくさくなります、ね。これを前後の感じで引きながら、ね、まあ、カットしたりですね、相手のパンチを外したり、スッドンですね、スッドン、こうね、そうすると、すごく外してパーン、外してパーン、外してパーン、ね、外してパーンっていうのがやりやすくなります。こう中に入っていっても一緒です。ね、前後の感覚で、スッ、そのまま行く。スッ、そのまま行く。ね、これも、ね、この前後感覚っていうのをまず、しっかりと練習してください。で、次に重要になってくるのは、前後の感覚で、まず、ね、胸椎の回旋っていうので、以前やったって言いましたね。それ横回転の感覚で、回転する感覚を使います、ね。で、実際使うのは、前後の感覚ですよ、と、ね。で、もう一つですね、実際、上から打ち下ろしたり、下からね、行ったりっていうのをやるのに、何をやるかっていうと、無限大の動きなんですね。こういう無限大の動きになっています。
胸椎があって、胸椎からね、ただ肩をこうするんじゃなくて、胸椎からです。胸椎から無限大の動き。ね、無限大の動きをできるようにしてあげます。で、そうすると、いろいろな内訳がしやすくなります。そしてね、まあこの無限大胸椎からですね、無限大の感覚ができるようになると、それを上からトン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 、こう無限大の感覚です。トン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 、ダン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 。ね、こう無限大の動きになってますね。そうすると、うまくこの胸椎が来ないと、ただの手打ちになりやすくなっちゃう。なんで、この感覚ですね。で、この感覚で、ドン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 。で、そうすると、うまく、なんていうんですかね、体を回転させてるだけなんで、もうほんと、リズムに乗れるし、もうすごい滑らかに、ババ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 ーンって動くような感じになります。そして、ね、まあ、上からの感覚ができれば、今度は下なんですね。下、下、下。下、下、下、下。ね、下からの無限大。ね、下からの無限大ですね。下からの無限大をできるように、滑らかにですね、ピュ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 って回せるような感じで、練習してください。で、ね、まあ、下からの無限大の動きができるようになれば、トントントン、トン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 、して、トン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 、トン。こうね、まあ、こういう感覚で、ダンダンダン、ね、動かして、ただ、こういう感覚ではないんですね。ね、丸く動かしてあげるような感じになります。そして、ね、まあ、下からもやったら、今度は上からの感じと、下からの感じと、前後の感じを全部、ね、入れて、上げるんですね。どんどんね、下からがの感じで打ち分けてあげますね。あとはまあね、ちょっとフック、ボディフック気味ね、ボディフック気味、この感覚ですね。このボディフック下からもやりましたね。これも動画やりましたね。左のボディブロー。で、こういうの全部組み合わせてあげるんですね。この回転。胸椎の回旋を前後回転なんですよ。それをさらに無限大の動き、下からの無限大の動き、ね。ね。で、これらを全部組み合わせるといろんなパンチの内訳になったりしていきます。今日はね、無限大の動きで前後の回転ですよ。で、無限大、上からの無限大ですよ。下からの無限大ですよ。ね、それをうまく組み合わせますよ。ね、まあ実際のパンチはもっとね、もうちょいパンチをコンパクトに、ね、コンパクトに、ね、ね、内分けするような感覚になってくると思うんですけど、ね、まあ、これがうまくできるようになってくると、かなりいい感じに、ね、いろいろパンチが打ち分けられるし、そこから実際はパンチから蹴りまで、ね、入っていかなくちゃいけないんですけど、ね、まあ、実際パンチから蹴りを出すときも、ね、まあ、軸足の股関節もすごい重要ですけど、ね、腰回りの回、ね、カウント切っていくのもすごく重要なんですけども、上半身と下半身の連動をうまくかけていくのに、胸椎の改善っていうのが蹴りにおいてもものすごく重要になってきますね。ここができないばっかりにね、本当に一般の同情生とかビジネスマンクラスの方っていうのは本当に、まあ、パンチもそうなんですけど、蹴りも全然うまくいかないんですよ、ね、蹴りが全く触れていけなくなっちゃうんですね。で、インパクトも取れない、なんか最後当たった瞬間バーンってインパクト出てもふわーっていう、ね、これ全部この胸椎の回旋、ね、これね、本当に前後感覚、ね、で、無限大、上から無限大、下から無限大っていうのを、ヒュン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 動かせるように稽古をしてくださいね。そうすれば、おそらくですね、
感覚が、自分の中の動きの感覚が、自分の中での動きの感覚が絶対変わってくるはずなんで、ぜひ稽古してみてください。うん。